はい、DJ フォーデン K です。始まりました。2021年、明けましておめでとうございます。ということで、今日は新年の挨拶も兼ねてね、まあ、緩めにちょっと動画を撮っていきたいと思います。2020年、終わりましたね。まあ、2020年はね、もう本当、すごい年でしたね。で、まあ、僕は、まあ、年末は、まあ、久しぶりにね、ビート作ったりとか、あと、まあ、掃除したりとかしてましたね。で、まあ、やっぱり忘年会みたいなのも、結構ね、例年に比べたら少なくて、まあ、1、2個ちょっと行ったぐらいかな。そのぐらいでしたね。2020年、本当に、まあ、すごかったですね。まあ、僕は、2018年まで10年間アメリカのニューヨークに住んでたので、もう、とにかくね、ニューヨークの友達が一番心配でしたね。で、まあ、他にもね、海外に友達、ヨーロッパとかにも友達いるんですけど、まあ、やっぱり海外の方が、温度感が高かったっていうか、まあ、やっぱり日本はね、そこまで海外に比べたらクレイジーな感じではなかった印象ですね。僕個人は Google のカレンダーを見直した時に4月が一番空白で、もう本当にね、全然何も書いてないみたいな感じでしたね。もちろんね、YouTube とか、まあ、ブログとかね、いろいろ、家でやるべきことっていうのはやってたんですけど、全然ね、人に会う予定とかが全く入ってないのが、まあ、4月でした。まあ、2020年ね、いろいろとネガティブなこと多かったんですけど、僕個人としてはいろいろ新しいことにも挑戦したりとか、新しい仕事が増えたりした年でもありました。いつもね、大体年末になるとその年の良かったことと悪かったことっていうのね、ちょっと振り返って考えたりとかするんですけど、結局ね、良かったことも悪かったこともいつもあるんですよね。僕の2020年は、まあ、2019年から始めたこちらの YouTube チャンネルヒップホップアンザカルチャーに動画をね、投稿したりとか、あとは新しく Zoom で英語を教える仕事とかを始めたりとか、あとね、2020年はすごい本をいっぱい読みましたね。で、僕もともとそんなに本をいっぱい読む方じゃなかったんですけど、やっぱり家にいる時間とか考える時間が長かったんで、本をたくさん読みましたね。そんなめちゃくちゃ読んだわけではないんですけど、例年に比べると結構本をたくさん読んだ年になりましたね。あと9月に引っ越しをして、で、まあね、この後ろの背景が一番最初の頃と変わってると思うんですけど、まあこれがね、今の家ですね。なんで、一番最初の動画の方は、まあ、ニューヨークから帰ってきて初めて借りた家で、まあこちらがですね、2軒目っていう形ね。今はこの家に住んでいます。去年はとにかくイベントがたくさん飛びましたね。僕だけじゃなくてね、僕の周りの DJ とかもやっぱりイベントキャンセル中止っていうのがね、もうとにかくたくさんあって、一番僕がショックだったのは4月に、まあ以前ね、こちらの YouTube チャンネルで取材させていただいたニューニューヨーククラブ、チキンオーバーライスのお店ニューニューヨーククラブの主催でですね、ニューヨークフェスっていうのをやる予定だったんですね。で、それ僕もちょっとね、絡んでたりとか出演したりする予定だったんですけど、それがね、キャンセルになったのが一番初期の頃だったっていうのもあって、すごくショックでしたね。あと北海道のね、まさみくんのイベントにも呼ばれていくかって話になってたんですけど、それもね、キャンセルになってしまって本当に残念でしたね。本当にイベントがたくさんね、キャンセルになった1年だと思います。ただね、2021年、まだまだまあ予断を許さない状況ではあるとは思うんですけど、細心の注意を払いつつですね、そろそろパーティーしていきたいなって希望がね、やっぱり自分の中にもあるんで、これをご覧の企業様、イベントオーガナイザーの皆様、ぜひぜひ、DJ のブッキング、その他お仕事っていうのもね、いつでもお待ちしてます。ブッキングはね、 E メールを概要に書いておくので、そちらからね、お問い合わせいただければと思います。あと2020年、こちらの YouTube チャンネルヒップホップアンザカルチャーをご覧になっていただいた皆様、本当にありがとうございます。まあね、僕のチャンネル、このチャンネルでね、発信している情報っていうのは結構マニアックな情報が多いので、まあね、日本でね、そんなに需要がないっていうのはね、自分で分かってはいるんですけど、まあこの YouTube チャンネルとかね、こういったことを通じて本当にヒップホップとか音楽とか、まあカルチャーをね、愛してる人たちとつながっていけたらと思っています。ということでですね、引き続き応援よろしくお願いします。今日の動画のコメント欄にですね、ここにマニアックな人いるよとか、あとこういうことやってほしいとか、こういうことについて話してほしいみたいな動画のアイデアっていうのもぜひぜひね、お待ちしてますんで、ぜひコメント欄に書いてみてください。あとどっかのタイミングでね、いろいろ落ち着いてきた頃にですね、まあこのヒップホップアンザカルチャー YouTube チャンネルヒップホップアンザザカルチャーの主催で、まあイベントとかやってね、皆さんと一緒にパーティーできればいいなっていう風に思っています。そんな感じで2021年気合い入れて楽しんでいきましょう。ということで、今年もよろしくお願いします。 DJ フォーデン K でした。